はようございます。本日は令和4年度9月補正予算案追加分を取りまとめましたので、その概要についてお手元の資料に沿ってご説明いたします。はい、1、予算編成の狙いでありますが、物価高騰の影響を受ける中小企業等への支援、重点医療機関における病床の確保等に要する経費を中心に補正予算案を取りまとめたところであります。2、補正予算額でありますが、165億2284万円となっております。3、事業概要についてであります。まず、感染拡大防止策と医療提供体制の整備でありますが、感染者数の急増に伴い受け入れ病床を増床してきたところであり、病床の確保に向けた重点医療機関への支援を引き続き行ってまいります。また、診療・検査医療機関の負担軽減を図るため、8月31日から運営を開始した検査キット配送・陽性者登録センターを引き続き運営するために必要な経費を計上したところでございます。2、地域経済の維持と事業の継続のための支援であります。原油をはじめとする物価高騰の影響が長期化していることから、中小企業に対しコスト削減を図るための省エネ投資や生産性の向上に向けた取り組みを引き続き支援いたします。また、飼料原料価格の高騰も続いていることから、畜産農家に対し引き続き飼料購入費の一部を支援するほか、県独自のプレミアム付き食事券を追加発行いたします。今回の補正予算案は、9月9日に開催された国の物価・賃金・生活総合対策本部において、地方創生臨時交付金の拡充が決定されたことなどを受け、現時点で早急な対応が必要なものについて取りまとめたものであり、さらなる対策については、国の動向や社会情勢を注視しつつ、今後検討してまいりたいと存じます。私からは以上でございます。